じゃん、行ったっきりじゃん、役立たずじゃん。あった、ゾンビ上の階に行きたいの巻。ゾンビさん、あーそぼって、ゾンビさんの家ってこんなに大きかったっけ。へえ、新しく作っとるか、すごいね。中見せてよ。うわあ、大きくていい家だね。ここはこんな風になってるのか。あれ、ところで2階にはどこから上がるの。階段つけ忘れた。それはダメだよ、階段なかったら大きな家の意味ないじゃん。見た目は大人、中身は子供の子供探偵の逆バージョンみたい。いった、ごめんごめん、そんなに怒らないで。わかったよ、僕が上に上がれるようにはしごかけてあげるから、ちょっと待っててね。いった、なんだよ。え、ダサいからこの家には合わない。そんなことないでしょう、そもそもこの家だってそんなにおしゃれでかっこいいわけでは。わかったよ、そんなに怒らないでって。じゃあ違うの作るから、ちょっと待ってて。いい感じになってきたよ。いった、え、なんでなんで、ちゃんと上に上がれるように階段つけてあげたじゃん。4階に上がるまでに疲れちゃう？それは知らないよ。って4階まであるんかい？それに4階ぐらいなら階段でも頑張って歩け。ゾンビさん、自分でなんか作り始めちゃったよ。なんかすごいエレベーター来た。ここに乗れって？わあすごい、ちゃんとエレベーターだ。ゾンビさん、こんなのも作れるのか。エレベーター作るなんてゾンビさんすごいね。でも途中の階はどうやって止まるの。ダメじゃん、行ったっきりじゃん、役立たずじゃん。あった。ああ、ゾンビさんふてくされちゃった。ごめんゾンビさん、ちょっと言い過ぎちゃったかも、許して。許してくれるの、ありがとう。え、ロケット、もしかしてプレゼント。ありがとう、じゃあ早速乗ってみるよ。よいしょっと。おお、飛んだ飛んだ。あれ、ゾビさんめっちゃ笑ってる。そうか、よかった、僕たち仲直りできたんだね。よし、そろそろ戻るか。で、どうやって戻るのこれ。ちょ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 、止まらないんだけど。おぎゃ。こうしてやっと止まった。ダメじゃん、行ったっきりじゃん、役立たずじゃん。どうすんの、高すぎるよこれは。ゾンビさんにやられた、降りられないよ、助けて。動画を見てくれてありがとう、チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくね。ほら、ゾンビさんもお願いして。ってどこ行ってるんじゃい。